こんにちは、韓国フィーカー、チニワーチヒです。はい、今日はペントハウスというドラマのレビューをしたいと思います。このドラマはですね、日本では KN テレビさんでしか、放送してなくて、あと楽天ウィキさんなんかで、見れるそうなんですけれども、本国の韓国の方では、社会現象にまでなったと言われるほどの、話題作だったので、どの辺が社会現象なのかっていうところをちょっと見てみたいなと思って見たんです。で、今日はちょっと忖度なしにぶっちゃけの私の感想を話したいと思います。会いたいとなるのは、ヘラパレスという超高級タワーマンションのペントハウスで起こる、復讐劇ですね。簡単に言うと、不倫とかいじめとか、もうなんか金持ちがもうなんか貧乏人に下した、もうドロドロした、もうその他欲望とかの、もう私のもう超苦手系やね。わかるわかる。そう、シーズン3まであんねんね。しかも1シーズン21話って今時めっちゃ珍しいでしょ。いや、だからこれな、私思うねんけど、結局、シーズン1、シーズン2、シーズン3ってなんかええように言ってるけど、もう100話と長い復讐劇のドロドロドラマと基本は私一緒やと思う。そうやね。なんかこうな、シーズン1とかって2に分けたらなんかさ、良さげに見えるけど、結局は100話とかもう超長いドロドロ復讐劇を、なんかちょっとおしゃれに期間でね、区切ってるっていう感じやね。そう、そうなんですよ。だから昔私がなんかもうあんまりもう韓国ドラマ見たくないわってきっかけになったドラマが、実は妻の誘惑っていうね、もう2人でもうなんていうの、配信待たれへんからDVD をわざわざ129話まで、2人で入手して、最後復讐もしてスッキリするところから見るぐらいの感じでやったんだけども、なんかね、そのドラマ見た後に残ったものってなんかもう虚しさやねんな。もうなんか時間の無駄やって、私にとっては。わかるよわかるよ。大体そうやん。うちの両親でもさ、あんな復讐のドラマ好きやったけど、最近もういらんってやっぱり言ってるね。そうやね、イライラするだけなんだろう。もうね、なんかね、2、3話見てるだけで胃がぐーってなんかもう締め付けられるぐらい、もうとにかくなんか見栄とかさ、なんか自分の立場とか、あと子供らもなんかもうそんな欲望とかさ、そういう陰険な上で育てられてるから、学校でいじめばっかりすんねんな。もうだからもうそれ見てたらもうなんかでも10話ぐらいいたら病気になるんちゃうかっていうぐらいもうイライラしたんよ。だからさ、2話ぐらいでさ、放送中止をなんか、そうもうされたんやろ。放送して2話目ぐらいでもうこれ中止してくれみたいな抗議がすごく殺到したんやけども、そこ多分さ、子供らのさ、いじめのすごいいいあんな感じの話の回やったから、余計やと思うねんけど、そうなのに、なんかああいう年末ドラマ大賞みたいなのあるやん、あれで賞を9つも取ったっていう、一体どうなってんの。その辺聞いてもなんかムカつくからさ。だから私はこのドラマは悪いとは言えへん。こういうの好きな人もおるから見てなんか楽しめるっていうか、普通にへえみたいな、私みたいにアホみたいに感情移入しずに、娯楽としてこういうのもあるんやって見るかそんなに。でも見てる人がおるってことだって、視聴率すごかったもん。確かに、もうだからこれな、言ったらすごいいじめられたりとか、すごいどん底に落とされた人が、落とした人をどうするかっていうのが気になって見てしまうねん。そうやね、最終的にはな。だからもうなんか途中やったらイライラするから、私はもうなんていうのかな、あらすじを結構読んでしまう時がある、あんまりひどいと。もう精神的におかしなるから、そうやね、で真剣に見るのも嫌やし、面白くないというか、気にはなるけど、そうもうなんかずっと腰を据えて見るでもないなっていうのだと、私だから2日間めっちゃ棒に振ってもうたんよ、もう沼ってもうて。って思ったやろ。分かるわ。だからもう今ぶつ切りで見てってるもん。これだからな、人間の心理めちゃめちゃついてるドラマやなと思って、その叩き落とされたらさ、その人がいい風になったりとか、悪いやつが懲らしめられるまで見てしまうねん。そう、気になんねん、あいつの。そこが生かしてやりたいって自分が思うから、中毒性ってそこよ。だから、ね、だからそういうの我慢できたりとか、好きやったりとかする人は、私見たらいいと思うし、なんか見るつもりなかったけど、見て、もうハマってしまったっていうのもすごいよくわかるから、そこの辺がね、なんていうのかな、こう、プロデューサーなんか脚本家なんかよくわかんないけど、でもほら脚本家がさ、そうや、妻の誘惑の脚本家が、なんか私さ、ちょっとお姉ちゃんに先々聞いたらさ、イージーやってるさ、するよな、するよかな、死んだり生きたり死んだり生きたり生き返んねんっていうか、それ聞いた時に妻の誘惑と一緒やんって思ってたら、
一緒のせいやな。だから私、うん、もうシーズン1の14話でももうあかんと思ってやめて、うん、だけどどうしようかな、あの最後やっぱり見ひんかったら気になるからと思って、うん、あの韓国語でペントハウスって書いて、うんうん、シーズン3とかシーズン2の要約になったやつあるやん、なんかこうギュッと縮めたやつ、うんうん、あれババ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 バって見ていったらもうただのカオスやね、うん、あのもうね死にました。ほんでなんかそっくりな人出てきたなと思ったら全然名前変えて名前変えてなんかもう全部自分の身分みたいなやつ全部変えて違う人が出てきて、うん、よう調べたらその人やったとか、それが主人公だけじゃないねん、その死んだり生き返ったりが、うん、何人もでこれ何これみたいな感じで、うん、そっちの方が私は頭おかしくなるわと思ったからもう無理やと思って、だからまあ結局、うん、韓国ドラマのある意味原点とまではいかないけど結構もう昔からあるパターンやな、ものすごい現代版でしかも豪華に仕立て、うん、作り上げて上げたって感じじゃない、これ声楽やってるとかさ、そうそうそう子供たちがね富の象徴みたいな感じのところが、そう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 、もしかすると今までもドロドロ劇なんかいっぱいあったからさ、うん、それをまあ経て、まあ、もう超最新のドロドロ劇ってことでみんなあの盛り上がったんちゃうかな、そう、ここ内でも。だからこの超高級タワーマンションも100階建てやねんって、もう気色悪みたいな、うん、ドバイかみたいな感じやねんけども。何してんだ。そう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 。まあ一応ね、設定では、あの、カンナムの、あの、コエックスの裏にあるっていう設定やねんけども。ハンガー見えてな。そう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 。だからもう、ほんまになんか、あの、作り物だらけですごいんだけども、だけどまあ、なんて言うんだろう、金持ちの家のセンスの良さはいいなって思って、うんうんうん、うん。そんな風に見てたんですけれども、そう、あとはね、まあ、私あの主役のシムスリョン、うんうん、イージアさんがやってたんだけども、これはねちょっとプラスポイントやねんけども、イージア実は私めっちゃ嫌いやって、うんうん、言ってたよ、苦手じゃなくてほんまに嫌いやって、うんうん、なんでかって言ったら私あの日本に韓流ブームが入ってくる前からの韓流の人やから、うんうん、ソテジはアイドルとかすごい好きやってんな、うんうんうん、ね、ソテジがさ結婚した人がイージアやって、何してくれてんねんと思ったらまた離婚したら何してんねんみたいな感じでめっちゃもうイージア出てきたらいいみたいな感じになっとってんけど、うん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 、でまたこのイージアがなすごい整形してさ、それも別人ぐらい整形してるから、韓国ではこの人が手であの整形した人のテレビ見たらもうドラマに集中できへんとか、何も入ってけへんな、コモギがもう顔が変わり顔ばっかりに注目してみたいな感じで出てたんやけども、私整形した顔の方が好きやねん。あ、そう、うん、この役なんかすごくエレガントで、うん、イージアやと思えへんかったらべっぴんさんで一緒やなと思ってさ、そうやね、うん、いい人やったよね、そうだからあの結構イージア好きになってとか、だから結局さこれキムソヨンもさ、うん、もう髪の毛真っ黒のさ黒っ髪にしてさ、はい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 、悪役をやってるやんか、はいはい、そこも多分 あのなんていうかな面白かったと思うよ、なんかその前は分かった人やねんな、その前はさ、ほら、うん、世界で一番可愛い私の娘とかでな、もうめっちゃええ娘役をやったわけよ。うんうんうん、だから、そこからの、まあ、その途中あったかな、そこからの子供のすっごい悪女やから。私でもね、うん、その、キムソヨンっていう人、うん、まあ、チョン・ソジンっていう役だったんだけども、うんうんうん、めっちゃ異常でさ、もう一番極悪な、うん、役やってんけど、なんか憎まれへんかったん。演技うまいから。あー、そうかもね。すごい演技やなと思って。うん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 、それはなんかすごくあの別の視点から見たら楽しめるかなっていうふうに、そうそう、だからやっぱり出演陣がね、やっぱりね、出演陣出てる人たちがあの豪華そのもあったと思う、その話題性とか、そうそうそう、言ったらドロドロとかでもさ、うん、なんかどうでもいい俳優が出てる場合とかも結構あるけど、うんうん、ここまでの復讐劇にこのキムソヨンが出てるってなると、うん、それは話題はかっさらっていくかなっていう、そうやね、うんうん、まあ、結構豪華俳優陣だったから、うん、小麦純も私大好きやしさ、うん、あ、私そうなんだよ、あのお湯にやってたユジンなんか、うんうん、もともとあの人アイドルでさ、うんうんうん、SES っていう、私も CD も持ってるけど、うんうん、あの私昔はあの SES のカラオケで歌ったりとかしとったから、うんうん、昔キムタックのね、そう、彼女役で出てて、ね、うん、昔彼女役やったのに今お母さん役ってな、そうや、年代感じるわっていう感じで、そう、すごくなんていうか分けるドラマっていうか、うんうん、好きな人と、まあ、面白いって見れる人と、私みたいにあもうこんなもドロドロでしかもカオスむちゃくちゃな設定やったら見られへんっていう人とちょっと分かれてしまうかもしれないけれども、うんうん、まあまあ、 あの話題になったということで楽しむ手もあるんじゃないですか。私はもうギブしました。あ、私は結構あのじわじわ見れそうかなって感じかな。そう、なんか例えばさ、これがさまた日本に来てさ BS とかさテレビ大阪とかな、テレビ大阪とかで始まったら、うん、まあ、1話ずつぐらいやったら、うん、へーみたいな感じで見れるかもしれんけど、まあ、そういう楽しみ方はできるけど、もう一気にはちょっとやめた方がいい、うん、病気になるともやむやむやむ、かなりやむと思うね。そう、そんな感じです。はい、はい、ということで皆さんも、ペントハウスがね、もっとなんか身近に見られるようになったら少しあの話題性ということで見られてもいいんじゃないかなと思います。はい、ではまた、韓国ドラマのレビュー頑張っていきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、アンニョン。